皆さん、こんにちは。もんちゃん先生です。今日はですね、肉じゃがやりたいというふうに思うんですよ。肉じゃがって基本肉じゃがですから、肉とじゃがいもですよね。だから肉とじゃがいもに、あと僕ね、糸こんにゃく大好きなんですよ。で、こんにゃくと糸こんにゃくと、ごっちゃに入れてですね、とりあえず胃腸を整える役目もあるので、肉じゃがやってみたいと思います。糸こんにゃくと、まあ普通のこんにゃく、糸こんにゃく入れるのが普通だというふうに思うんですけども、まあじゃがいももこのようにして、玉ねぎも入れてですね。で、牛肉でも構わないし、鶏肉でも豚肉でも何でもいいんですけども、今日まあ牛肉ないので、豚肉でいこうというふうに思います。これ適当にですね、切ります。じゃがいもをこのように切ったら、大さじ1杯の水をボウルの中に入れて、ラップをして、3分半ぐらい電子レンジでチンします。豚肉は適当な大きさに切ったらですね、フライパンの中に入れてオリーブオイルで炒めます。豚肉が炒まったりするとですね、まあ、牛肉でもそうですけど、一旦このようにボウルに取り出して、で今度玉ねぎを炒めます。玉ねぎ炒まってきたらですね、じゃがいもとそれからこんにゃくなどを入れてさらに炒めていきます。今回はだし 300cc にしています。だし300に対して大さじ3杯の砂糖、それからお醤油、みりん、日本酒を入れます。落とし蓋をしてね、それで10分ぐらい煮込むんですよ。でその時僕はですよ、肉入れないんですよ。で10分ぐらい煮込んでから肉を足してさらに、10分ぐらい煮込むんですけども、ポイントはね、あのじゃがいもがほわほわとこう崩れている、粉感が出ているのが好きなんですよ。あれ出そうと思ったらね、煮汁がほとんどないところまで煮込む必要があるので、しっかりと煮込んで、煮汁があまりない、ほとんどないぞというような状態にまで煮込んでみてください。